2020年8月7日ストライク・ザ・ブラッド第22巻最終巻が発売となりました。はい、ということでね、とうとう完結いたしましたストライク・ザ・ブラッドでございます。いや、このシリーズももう長いことでね、結局本編22巻までね出ましてね、番外編が2巻ありまして、いやー、ほんと長かったですね、このシリーズも。まあ、調べたところ、2011年からこのシリーズスタートしているということで、まあね、9年間もね、続いたシリーズということで、まあ実際のところ僕はライトノベルからではなくて、アニメから入ったんですよね、テレビアニメから。2013年の10月に放送が始まったテレビアニメなんですけれども、まあそのアニメから何年か後かな、実際ライトノベル本編読み始めて、まあ今に至るっていうところなんですけれども、いや、とうとうね、完結でございました。で、実際ね、8月の7日に最終巻22巻が発売となったんですけれども、読まさせていただきました。いやー、めちゃくちゃ面白かったですね。まあ、著者のね、三雲学徒先生曰く、思った以上にね、シリーズが長く続いたことによって、まあ、想定以上にいろんなところをね、細かく拾っていって、表に出さないようなね、裏設定とかも表に出したりとかいうシリーズだったらしいですね。うん。やっぱり確かに読んでいると、あっち行ったりこっち行ったりですごいいろんなところ拾っていくなと。で、あ、まだまだ続くんだと。あれもう第一章、あれこれで関係じゃないんだ、続くんだ、新章へ突入みたいなね、流れとかもあったりとかね、非常に面白かったんですけれども。まあ、最終巻22巻ね、最終巻なんですけれども、ここでね、新たに明らかになる真実とかね、いろいろあったりとか、エピローグ感はかなり少なめでしたね。ほんと最終巻、盛り上がりの絶頂で終わるっていう感じの最終巻でございました。いや、これぜひともね、本編最終巻すごく良かったんですけれども、いや、これちょっとね、長めのエピローグが読みたいですね。150ページぐらい。はい。まあ、ここで本編完結ではあるんですけれども、ぜひとも続編期待したいところですね。まあ、全然このストライク・ザ・ブラッド読んでる方ならわかると思うんですけれども、本編がね完結したとしても、まだ未来へ続くところの道筋っていうのがまだまだずっとありますので、まあここら辺はいつか見たいですね。まだまだ山場がありそうな感じですので、で、三雲学徒先生なんですけれども、まあね、最新作、まあ、次回作のね、まあ、企画とかも立ち上がってるらしいということで、まあそちらの方もね期待したいところでございますけれども、まあ、本編ストライク・ザ・ブラッド自体はここで完結ということでございます。はい。まあ、本編とねいろいろ言っているんですけれども、まあ実際のところアニメの方がね、OVA の方がまだ続いているので、一旦原作の本編の方は完結ですよということらしいですね。はい、ということでございました。いや、ストライク・ザ・ブラッド本当にね、話自体も面白いんですけれども、やっぱりこの作品の一番の魅力ってやっぱヒロインじゃないかなと思うんですよね。ヒロインがすごい魅力的な作品なんですよね。やっぱりユキナから始まり、アサギとかね、ラホリアとかキラサカとかいろいろいると思うんですけれども、この22巻、まあ外伝も入れますと24巻のね、このシリーズの中でどんどんヒロインが増えていったんですよね。ちょっとこれさすがに多すぎないかっていうね。で、最終的に12体のね拳銃がいるんですけれども、それ一人一人役割が当たるというかね、まあ、それぞれを制御するために眷属たちを作るっていう意味合いでも12人を囲うみたいなね、そういう展開になっていくっていうね、まあ、それでもね、足りない、その枠に入りきらないほどヒロインっているんですよね。まあ、それぐらい規模がでかくなった話ということで、まあ、最終巻的にもね、あの子出ないの?みたいな子もね、いたりしたりしたんですよね。まあ、そこら辺もいろいろありましたけれども、今回とうとうね、ストライク・ザ・ブラッド完結ということでお疲れ様でした。いや、非常に面白いシリーズでございました。最後まで見てよかったなと、思わされたシリーズでございました。ということでね、まあ、引き続き、まあ、OVA の方はね、楽しんでいきたいところでございますね。はい、ということで今回はストライク・ザ・ブラッド、最終巻22巻、8月の7日に発売となりました。もうめちゃくちゃ面白かったです。はい、ということでね、まあ同日発売ということで、8月7日の方にね、働く魔王様の最終巻も発売となるということで、そちらの方も読み終わったら、後日動画上げると思いますので、そちらの方もよろしくお願いしますということで、三雲学徒先生お疲れ様でしたということで、今回の動画は以上で終わりたいと思います。さよなら。ここから先は俺の喧嘩だ。いいえ先輩、私たちの喧嘩です。